豊洲来ました、久しぶりに。あ、これ懐かしい、まだ貼ったんだ、嬉しい。この時6秒59ですから、ここにまだいます。てか、いつだろうこれ。はい、いい映画を教えなさい。では続きまして、うちの子は武田さんと一緒です。はい、1年、北尻さん。いけ、おー、早い。この子は第6年でしょうか。タクちゃん、最後まで。あー、武田さん、優しい。あ、どうも。お久しぶりです。相変わらずイケメンですね。いやいやいや、ありがとうございます。大阪選手権。あ、はい。見ましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。1.2 秒。あ、素晴らしいですね。さすがです。ありがとうございます。なんと、幹事君と僕は、はい、B 決勝に2人とも、さらに隣のレーンということで。あ、そうだったんですか。あ、隣だったんですか。隣です。ただ、まあ、幹事君とね、僕はもちろんタイム差があるんですけど、はい、ここはポイント差、ポイントでっていうことで。年齢でポイントが割り振られてるんで。はい、ポイント勝負で、ポイント勝負で、ありがとうございます。ちなみに予選は6秒16でした。はい、今回は6秒5いくつなんですけど、はいはい、ちょっとなんですけど、ポイントでちょっと競れるように頑張りますお昼お会いした時に、はい、なんか脱毛があるから帰りますみたいな。喋ってみたらめっちゃ近かったっす。あ、そういうことですか。わかりました。はい、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。江森さん、ファイト。ありがとうございます。負けないで。第3名、濱田寛治さん。第4名、北尻照久さん。さあ、準決勝始まりました。お兄ちゃんです。あと5年頑張ったら6秒切れるんじゃないかと思って頑張ります。